こんにちは、ボッチャ部です、保健学部理学療法学科4年斉藤です、ボッチャは障害のある方を対象としたスポーツでパラリンピックの正式種目にもなっています。活動内容としてはボッチャを広く知ってもらうために学内だけでなく市内の施設と協力して普及講習会などを行っています。また審判講習会を受け実際の大会で審判として活動しているメンバーもいます。実際に障害のある方と接することができコミュニケーションの取り方や関わり方を学ぶことができます。ぜひ見学に来てください。まず最初にこの白いキャッチボールという先行が赤でパス赤が先行で最初に先行の人が白いボールを投げます。
じゃあ、赤の人が投げたら続けて赤の人が投げます。